練馬区練馬区立図書館練馬区立南田中図書館2009年に開館した最も新しい図書館小学校と合築され初めて指定管理者制度が導入された練馬区立練馬図書館1962年に開館した最初の区立図書館で中央図書館的機能を担う練馬区立図書館は東京都練馬区が設立運営する 区立図書館である。12の図書館と一箇所の分室、図書化し出し業務の取り継ぎを行う6箇所の受け取り窓口からなる。第2次世界大戦終戦の1947年8月1日、板橋区から分区して練馬区が独立し、東京特別区は22区から23区となった。1962年8月1日、練馬区で最初の区立図書館となる。 練馬区立練馬図書館が開館。当初は一部のみ開館で、当時は練馬区役所新庁舎を新築中だったため、図書館の1階の一部と2階に練馬区建築家や練馬区教育委員会が入居していた。1964年10月1日、練馬図書館が全面開館。利用者の秘密を守るため、無記名式入館票とブラウン方式貸し出しを、 投入した。練馬区では、以降も、区内各地に、区立図書館の整備、充実を、順次進め、1970年12月には、区内で2巻目となる、練馬区立尺寺図,図書館が開館した。2009年5月1日には、区内12番目の区立図書館として、練馬区立南田中図書館が開館した。南田中図書館は、 練馬区立南田中小学校体育館と合築された施設であることが特徴で、こうした形態の区立図書館は練馬区では初となる。南田中図書館ではこの形態を活かし、同校を含む近隣の区立小中学校6校へ学校支援モデル事業を展開し、区立図書館と学校の連携を図りつつ、生徒の学習支援を行っている。また同館では、 バリアフリーにも配慮し、高齢者や障害者、乳幼児連れにも利用しやすい図書館を目指している。南田中図書館では、練馬区立図書館として、初となる IC タグを導入し、また開館時より、市内初となる指定管理者制度を導入した。2021年現在、練馬図書館と光が丘図書館を除く全館で、指定管理者制度を導入している。 区内12番目の図書館として2009年に開館した南田中図書館では、練馬区立図書館では、初となる指定管理者制度が導入された。この際に、日本共産党練馬区議団は、3年ごとの指定外では継続性が望めないこと、指定された管理者が、学校図書支援モデル事業に関わっていないこと、また図書館法により、無償とされる。 公共図書館サービスを営利目的の民間企業が行うことへの懸念や個人情報流出の危険などを理由として反対した。2011年には、区条例改正により、大泉図書館、ぬくい図書館、春日町図書館にも指定管理者制度が導入されたが、その際には、区議会で、生活者ネットワーク、市民の声練馬、ま、市民福祉フォーラムの3回派が反対した。 各図書館の詳細については、練馬区立図書館公式サイト内、図書館案内を参照。ありがとうございます。